この日から兄弟たちは今まで以上に団結を強めていきましたますます個性豊かに成長していくユックたちユックの前足はこの森のどのうさぎよりも太くて強くなりましたオットはお父さんに負けないほどの力持ちにバリーは目にも止まらぬ速さで走れます日コの笑顔には森中の動物たちが魅了されますのんこの度胸については 女のととは思えないと森中でで評判です太陽が昇って朝目が覚めた時から兄弟たちは今日一日を生きることがうれしくてドキドキするのです五匹は毎日を夢中で過ごしました秋草原の草が緑色から茶色に変わり生い茂る木の葉が 赤や黄色に色づく季節になりましたウサギたちは食べることができる草や木の根っこを探して森の深いところまで来ていました冬を迎える前の準備ですそんな時もユックは誰かが危険な目に遭わないようにと周りに目を光らせていますおいニッコニノンコそっちは崖になっているからそれ以上行くんじゃないぞバリー 走り回ってばかりいても食べ物は見つからないんだよ。おっとあんまりどしどしと足音を立てるなただでさえ体が大きくて目立つんだからもしライオンにでも見つかっとその時です遥か向こうにきらっと光る何かがあることにユックは気がつきましたみんな集まるんだすぐに。 ユックの声に皆は一斉に集まりました。ゆっくは光るものの動きをじっと見つめます。兄弟たちもユックの見ている方に目を凝らします。間違いありません。何か大きな動物の目です。みんなの体にとてつもない緊張が走ります。ユックは流行る自分の心に、ゆっくりと言って聞かせながら、5匹で力を合わせる方法を考えました。そして 落ち着いた声で言いましたいいか、僕のすぐ後ろはバリー、その後ろはノンコそしてニッコ一番後ろはオットこの順番で前の兄弟の後ろ足を自分の前足で掴んで一列になるんだ。みんなはすぐにユックに言われた通りにしました。こうすると、5匹の兄弟が連なって1匹の大きな動物に見えます。 その変化に気づいてか光るものが見えたあたりの木がゆさゆさと揺れましたそして木の脇からぬっと今まで見たこともない太い茶色い足が覗きましたやはりライオンですウサギの何十倍もある大きな体のお母さんライオンがお腹を空かせた子供たちのためにこの森にまで獲物を探しにやってきたのですいいか今ライオンからは 僕たちのことが真っ白な大きなヘビに見えているはずだ。こんな大きなヘビにはライオンは近づけない。怖がって逃げていくのを待つんだ。ユックの言う通り、ライオンは考え込む姿勢になりました。ライオンには白い塊が大きな大きな白ヘビに見えていたのです。ユック、作戦うまくいってるわ。私たち、今から白ヘビゆくごね。 ライオン、諦めて帰ってくれるといいんだけどニコは言いましたライオンと白蛇ユック号の知恵比べしかし頭の良いライオンは確かめるようにこちらをじっと見ていますユックもライオンをにらみつけ一歩前に踏み出しますユックの後ろ足になっているバリーがあわてていましたねね 前に進むのね逃げた方がいいんじゃないダメだめだ一歩でも後ろに下がったらヘビでないことがばれてしまういいか僕たちはライオンのことなど少しも恐れていないヘビなんだだからゆっくりゆっくり前に進むんだゆっックにそう言われるとバリーはさらに「僕ゆっくりって苦手だなねえ誰よりも足が速いからさライオンの目の前を逃げ切ってみせるよそれ見たらきっとライオンあ次は足が速すぎるから諦めよう!」って思うに決まってるよ。 と言い出しましたバリーあんた自体が飲み込めていないようねそれともまさきにライオンに食べられたいのバタバタしないでどきょほうを決めなさい、うん、と言いながらあくびょうしてみるのんこですがいつもと調子が違いますねえあたしにっこり笑ってごまかしてこようかでもあのライオン 赤ちゃんのために餌を探しに来たお母さんでしょう。あっちも必死よねニックはなんとか笑おうとするのですがやはりいつもの笑顔になれません一番後ろのオッドがやっと口を開きましたユくク俺戦ってくるだからその間にみんなで逃げてよ俺は 力持ちだから、ライオンと長い時間戦えるし、俺の体は大きいから、ライオンの餌にも俺だけで十分なはずだからさ。バカ何を言ってるんだ誰かを犠牲になんてさせるものか、何が何でも全員で無事に家に帰るんだ僕たちの命は、お父さんとお母さんがこの世に送り出してくれたかけがえのないものなんだから、 ユックはそう言いながらもし誰か犠牲になるのならそれは自分しかいないと考えていましたライオンは一歩も動かずこちらの様子を伺っています諦めて帰ってくれればと祈るような気持ちのユック。くゆックはライオンから目をそらさず兄弟たちの盾になろうとしていました1分が。 一時間にも感じられます。兄弟たちはしっかりつないだそれぞれの足からお互いの緊張を感じていました。何が何でも全員で助かるんだ。ユックがそうつぶやいたときユックたちの後ろの森から冷たい北風が吹きました。風はユックたちの頭の上を吹き抜けライオンの周りの木を揺さぶりました。風が通り過ぎると、 ライオンの目がぎらりと光りましたそうです風がゆっくたちうさぎの匂いをライオンの鼻元に届けてしまったのですしまったゆっくは大変な危機が迫ったことをライオンの様子から見て取りましたそしてさっきからずっと考えていたことを実行しようと心に決めましたみんなよく聞いて これから僕たちはこうやってつらなったままぐるぐる丸くなるそうして蛇がとぐろを巻いているように見せるんだその後、僕の掛け声で僕は空に向かってジャンプする僕の前足は誰よりも強いから空高くまで飛べるはずだだからみんなは前の兄弟の後ろ足に捕まって絶対に離れないようにするんだそうすればライオンからは大きな白蛇が。 鎌首を上げたように見えるはずだダメよそんな激しい運動をしたらユックの心臓は壊れてしまうニッコが遮りましたそうだそうだとバリーとオッドも口々に言いました僕のことを心配してくれてありがとうでも誰も犠牲にならない方法はこれしかないんだうまくいく可能性が百のうち一つでもあるなら この方法にかけてみよう。ユックがそう言って、ライオンをきっとにらみつけたのを合図に、オッドはニッコの後ろ足をギュッと握りました。続いてニッコはノンコの後ろ足を、ノンコはバリーの後ろ足を、それぞれ自分の前足でギュッと握りました。そしてバリーは、 肩に担いでいたユックの後ろ足を一旦下ろして自分の前足でユックの後ろ足をギュッと握りました。気持ちは一つです。白蛇ユック号はとぐろを巻きました。一度攻撃する体勢に入ったライオンはユックたちの様子を見て首をかしげました。確かかにライオンからは大きな白い蛇が、 トロを巻いたよよううに見えるようです。ユックは覚悟していました空高くジャンプすることがユックの心臓にかける負担は計り知れませんそれをすれば心臓が動かなくなってユックは死んでしまうかもしれませんユックはみんなと話ができなくなるのは寂しいけれどまた 天使になってこの世の兄弟たちが幸せになるように手助けしていくのもいいなと考えました。ユックは太く立派になった自分の前足を眺めました。みんなの助けで家の外に出られ思いっきり毎日を楽しめて幸せだったと思いました。みんなのおかげで強くなったこの太い前足がみんなの命を守るんだ。僕の命が続かなくてもいい。 空に向かって思いっきり高く飛び上がろう。そう心の中でつぶやいて、いよいよジャンプしようと、前足を深く曲げたその時です。ねえ、のんこのとぼけた声が聞こえてきました。ねえ、みんなはひょっとして、ゆくはジャンプすると死んじゃうって思ってるでしょう。でもねえ、 やってみたことがないんだからさわかんないと思うのよね、のんこは。ユックはつよいもの、鍛えてきたもの、ユックのしんぞうだって、そらかくジャンプしても、だいじょうぶなんじゃないかなってのんこはおもうの。そうだよ、バリーがすぐにはんのしていました。そうか、オッとがいいました。 ね、<laughs> なんだかユックの心臓が必ず壊れてしまうものだと思い込んでいたけどそうよユックは誰よりも強くなったんだものやってみなければわからないのよねノんコって結構頭いいのかもしれない日光にそう言われてひょっとして私のこと頭悪いと思ってたとノんコみんなに笑顔が戻っていました。 ユックも笑っていましたユックは考えました「そうかのんこの言う通りかもしれないわからないことはわからないままでいいやってみる前に何も決める必要はないんだ決めてかかってはいけないんだ」ユックは決意しましたそして背筋をピンと伸ばすと掛け声をかけ始めました 1, 1さあみんな白ロヘビ6号は鎌首を思いっきり上げるぞみんなはうなずきました2僕たちはただ一生懸命生きることを考えていれば大丈夫。生きようとして空に向かえばそれでいいんだみんなはそれぞれの前足に力を込めましたさあ行くぞ ゆっくは小枝を口にくわえ前足で力いっぱい土を蹴りましたユックの体は空高く飛び上がり連なっていた5匹の兄弟たちは空に舞い上がりました白い大きなとぐろを巻いたヘビがものすごい勢いでかまくびをあげたのです。